2000X 年、地球学園の太陽くんと空ちゃんたちは地球外学習のために宇宙を冒険していました。これからみんなと一緒に宇宙のさまざまな魅力について学んでいきましょう。今回のテーマは宇宙に隠されているたくさんの不思議。さて、今日はどんな授業になるのでしょうか。宇宙に隠されているたくさんの不思議。宇宙船から見る星って本当に綺麗だよね。ずっと見てても飽きないよね。あ、今何かいなかった？いや、何も見えなかったけど、気のせいじゃない？やっぱり何かいるよ。もしかしたら宇宙人かも。宇宙人なんているわけないじゃん。へえ、でも今いたんだって。宇宙はとっても広いんだよ。端まで探せば絶対に見つかるはずだよ。へえ、ほんとかな。宇宙がいくら広いとはいえ、僕はいないと思うけどな。でもよく考えると、宇宙ってどれぐらい広いんだろう。どこまで行けば端っこにたどり着けるんだろう。いい質問だね。だけど答えるのが難しい質問でもあるんだ。というのも、実は宇宙は今も大きくなり続けているんだ。え？大きくなるなんて信じられない。ただでさえ広いのに今も大きくなり続けてるなんて、もうわかんない。昔だったら端っこはわかったかもね。え？どういうこと？時間が進むと宇宙は大きくなる。ということは、逆に時間を巻き戻すとどうなると思う？小さくなるのかな。 That's right。昔はもっと宇宙は小さくて、一番初めはものすごく小さな点から宇宙は始まったと考えられているんだ。へえ、そうなんだ。でもさ、なんで宇宙が今も大きくなり続けていることがわかるんだろう。わかったわ。どこかの博士が宇宙にタイムスリップして大きさを測ってきて、今の大きさと比べてみたんだよ。それすごくワクワクするね。でもそもそもタイムスリップってできるのかな。アニメや映画の中でしか見たことないな。ふふふ、それはどうかな。実は今二人が言ってくれた宇宙人がいるのかどうか、タイムスリップができるのかなどの疑問は、宇宙の構造や仕組みを知ることで謎を解き明かせるかもしれないんだ。本当に？みんなが知っているガリレオやニュートン、アインシュタインのような科学者たちが数々の謎を解き明かしてくれた。しかし、まだまだ解決していない謎が宇宙にはいくつもある。それこそ星の数ほどに。だからこそみんなにはこれら謎の解明に挑戦し、宇宙の真理にたどり着こう。わかったよ、僕頑張る。私も宇宙についてもっと知りたくなってきた。よし、じゃあみんなもチームに分かれて数々の宇宙の謎に挑戦してみましょう。おー！これでみんなも宇宙に夢中だ。